白菜。白菜は浅漬けやキムチにはもちろんのこと、鍋物にも欠かせない野菜の一つです。煮ると甘みが出て鍋の味を一層引き立ててくれます。気温が25度くらいになったら、熱血ポットに3、4粒ずつ種をまき、その上から土を3ミリほど薄くかぶせます。種をまいてから3日くらいで芽が出ます。肥料はあらかじめ1平方メートルあたり苦土石灰 100g、 コップ1杯くらい、堆肥 3kg、 バケツ3杯くらい、化成肥料 100g、 コップ1杯くらいを土に入れ、よく耕しておきます。本葉が 4、5枚になったら目的の場所に植えていきます。植えた時に周りの土がやや高くなるようにし、苗がぐらつかないように固めておきましょう。園芸用の寒冷紗をかぶせれば、暑さと害虫を防ぐことができます。夏は害虫の多い季節です。アブラムシやいろいろな病気を避けるために、黒と銀の縞模様のビニールフィルムを土にかぶせると良いでしょう。黒一色、銀一色でも効果はあります。ただし透明のビニールフィルムは地面の温度が上がりすぎてしまうので、夏場の使用は控えましょう。白菜の頭を手で押さえて固く引き締まっているようなら収穫時期です。頭を斜めに押し倒し、点線の部分に包丁を入れて収穫していきましょう。栽培のポイント、株の周りの土がやや高くなるようにし、水はけを良くして育てましょう。野菜本来の美味しい味を食卓へ。